一生懸命作ってるのになんてことを言うの、なんであなた早く来なかったの、これはもう陣痛始まってるわよ。皆さんこんにちは、伊藤千秋です、今日はですね、事前に皆さんから出産だったり、まあ、子育ての、まあ、お話をしましょうということで、あのメッセージとかお悩みを募集しました。あの今回もね、ものすごい数 の、 あのコメントをいただけてすごく嬉しいです。まずはありがとうございます。ということで、まあ、いくつかピックアップして答えていこうかなって思っております。腱鞘炎になったことってありますか？可愛い赤ちゃんだけど重くなってきましたって笑いながら泣いてるマークがついてるんですけど、すごくわかる。あのね、重いのよ赤ちゃんって。最初生まれてくる時ってさ、私の息子の場合は 3000g ぐらいだったんだけど、やっぱね、生まれたての赤ちゃんでも何結構ずっしりくるなっていうのが私の印象だったかな。だからもうそっからどん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 さ、もう日に日に大きくなっていくわけよ。気をつけた方がいいのが、あのね、頭の位置ちゃんとね、持つ位置変えてった方がいいよ。私は左を頭にしてずっと抱っこする癖がついちゃってたから、左の腕だけすっごい太くなっちゃったの。もうそれがすごい嫌で嫌で、もうここだけパンパンになっちゃって、口ばっかりで持ってたなって気づいた時にはすごく遅かったから、できればあのね、なんかこう両方同じこうぐらいのバランスで持てるといいのかな。次、つわり中でリンゴを食べられるけどお肉が食べられません、つらい。千秋ちゃんもつわりありましたか？私もあったよ、3ヶ月ぐらいの時かな。その時にでもつわりって気づかなかったの。私の場合少し変わってて、なんかね、距離感がすごい狭まるのにすごく恐怖を感じるっていう感覚になってしまって、車とか乗ってても隣を通る車がすごく怖いの。でもなんでだろう、なんでだろう、なんか精神的にちょっとおかしいのかなって思うぐらいちょっと不安定な時があったかな。でも出産したら平気になったの。そういったこととかも起こりうるから、お座りはまあ吐き気とかはあったけど、まあ無理しないことかな。もうこの期間だけは自分を甘やかせていいやって思った方がいいかも。むしろあの時の私にはそう言ってあげたい。それでもなんか別にね、妊娠ってすごい病気とかじゃないからさ、その元気でしょっていう風に思われてたりもしてたから、自分は頑張んなきゃってすごい思ってた期間中だったかな、その時は。だからもっと甘えればよかったなって思うし、もっとなんかこう自分でこれやってくれる、あれやってくれるって言ってお願いして協力してもらえばよかったっていう風に今思うから、あの今ね、ちょうどまあ妊娠されてる方とかはもう本当に遠慮せず口に出して言っていった方がいいのかなって思います。好き嫌いや味の好みって毎日考えながら作るのがしんどいです。千秋ちゃんはどうしてますか？これもね、出産して子供がいる方の質問だね。もうそんな作んないよ、もうそんな好き嫌いとかもう味の好みとか言われても、もう私作んないよって言っちゃう。言ってくるの最近、息子がなんかこれはあんまりいけてないねとか言って、ちょっと偉そうなこと最近言ってくるわけ。そういういっちゃ前なことを言ってくると、こっちも一生懸命作ってるのになんてことを言うのと思ってプチってくるわけ。もうそんなんでもしょっちゅうだよ。だからあまりにもちょっと生意気なこと言われた時にもうプチッときて、だったらもう食べなくていいからって言って、そのまま息子の食器全部持って、もう何流し台にバーンって捨てて、でもそしたらなんか、ママごめんなさいとか言ってすごい謝ってきたけど、もうそれぐらいやっぱりね、ブチ切れちゃうよ。私も機嫌のいい時はあれかな、ちょっと食べてもらう工夫とかはしてるかな。野菜とかって好きになってもらう方法とかありますか？野菜とか好きになってもらう方法本当に知りたいけど、私が実践して食べてくれたのは味噌汁最強説です。あの味噌の味に紛れたら、うちの子はほうれん草も食べてくれるようになったし、人参も食べるようになったし、意外とお味噌汁に入れられるものでごまかせるものは多いかもしれない。ただ味噌汁以外で作ったものに関しては同じほうれん草でも嫌だっていうけど、まあお味噌汁でも食べてくれたらいいかなと思って、まあ、味噌が結構甘めのものをうちは使ってるんだけど、それにごまかされて結構野菜を食べるようになったから、そういったちょっと甘めの味噌とか選んで食べさせるといいかもしれないですね。
コロナ禍で妻が、ウィザンで一人で分娩台に向かいます、不安な毎日を送る妻をどう元気づけたらいい？これね、まあ、でも私が出産する時にすごい心強い言葉だなって思ったのが、まあ、とあるその先生が出産ってお母さん一人が頑張るものではないんだよって言われて、でその言葉に私はハッとしてしまって、お母さんってもうお父さんよりも先にお腹の中で10ヶ月間先にそのねコミュニケーションを取ってるんですよ。赤ちゃんってね、一般的にまず横向いてんですよ、お腹の中でね。こう横向いてて、生まれてくる時に頭を下にして回線っていうのをかけて生まれてくるのね。だから赤ちゃんもそのね、準備だったりだとか、出てくるのにその作業を行わなきゃいけないから、ママだけのね力では生まれてこれないっていうことを、まあ、私もいろいろ学んだりとかしてたんですけど、だからその子供も一緒に、お腹にいる赤ちゃんも一緒に頑張るから、なんかママも頑張ろうねみたいな言葉は意外と励みになったかな。そしたらその一人じゃないよって思えた。そっかって、私も頑張んなきゃいけないけど、この子も頑張るんだから、よし一緒に頑張ろうっていう気持ちになれたのはすごくこう勇気づけられた言葉だから、もしね不安がってたりする奥さんがいたとしたら、そういった言葉もかけてあげてください。2人目、陣痛に気づかず怒られました。1時間で出産、1人目は26時間で激痛でした。すごくない？1時間で出産だって、どうやって出産したんだろう。1人目の時はね、私海外出産してるんですよ。でだから英語とかも正直できないから、説明とかもよく分かんなかったんだよね。だからとりあえず、まあその日本語もできる先生とかに一応その担当してはもらったんだけど、陣痛ってどんな感じか分かんなかったから、どういう症状になったら病院来ればいいんですかみたいな、分かる分かる絶対分かるみたいな、こんな感じだったからさ、もう不安でしかなかったよね。でもうそろそろ予定日来るし、生まれるのかなって思った時に、すごくお腹が痛くなった時があったの。だからこれかなと思って病院に行ったら、まだまだ子宮口開いて、なんか全然って言って返されたの、お家に。でそれで、まあ、家に帰って一晩我慢したの。でしたら朝、まあその時もう、お母さんがいてくれたから、ママがこう私のところに来た時に、私があまりにも冷や汗をかきながら痛みを我慢してるから、あなた大丈夫？って言われて、いやでもこれは陣痛じゃないんだと思うっていう風で我慢してたの。そしてあまりにも顔色が変わってくから、ママがなんかこれはあなた陣痛よみたいな、これは絶対陣痛だから早く病院に行きましょうって言って連れてってもらったら、ドクターがなんであなた早く来なかったのみたいな、なんかこれはもう陣痛始まってるわよっていう風になって、でそっからあれだね、向こうってまあ基本的に無痛なんだけどさ、なんかまあでも陣痛は我慢しなきゃいけないから、日本では和痛になるのかな。とりあえず病院行って、麻酔科医の先生がいないから、しばらく我慢してちょうだいって言われて、もうどうしよう、こんな痛み我慢できないんだけどっていう風で、まあ、苦しみもだえてたら先生が来てくれて麻酔打ってもらって、そしたらすごい楽になって、そっから8時間ぐらいしてやっとなんか子宮口が開き始めたから出産しましょうってなって、最後その頭をね引っ張る道具があるんだけど、それでこう引っ張り出して、そう赤ちゃんの心拍が下がっちゃったから、それでこう引っ張り出して一応出産みたいな感じにはなったんだけど、その辺が大変だったかな。うん、けどね、まあ衝撃的な出来事でしたよ、本当に。もう、ね、私よく地球がひっくり返ったんじゃないかみたいな表現するんですけど、本当に自分の人生の中ではこれがすごいイベントだったので、すごい感動したなっていうのを今でも覚えてます。はい、ということで皆さんから出産とか、あと子育ての、まあ、お悩みが多かったんですけど、まあ、そこに私なりに答えていきました。いかがでしたか？本当にそれぞれ出産の形とかも違うと思うので、無理せず体調を整えて元気な赤ちゃんを産んでくださいとしか言いようがないんですけど、またこれ産んでからもすごく大変なことが多いと思うので、まあ
ちょっとね肩の力を抜いて頑張りすぎずっていう子育てがなんか一番私はいいのかなって思うので、一緒にこう楽しみながら一緒に子育てしていきましょう。皆さんもしよろしければ高評価の方と、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。